世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで、今回は、タイヤ4本変えてきます。はい、でこれがもともとは後ろに2つついていたやつを前に持ってきまして、で前にあったタイヤを後ろに交換してもらったわけなんですが、もうここがもうツルツルになってきているので早めに交換をしたいなというふうに思いまして、これから4本変えてきますけれども、この車はあれです、このホイール自体に以前からお話ししていますように、あの波動のアルミテープを確か4箇所ぐらいに貼ってあるんですね。1,2,3,4 ということで、でタイヤ交換の時にまたもう一回ビデオを撮りますけれども、ここにですね、このようなアルミテープをだいたいこれぐらい4センチ足らずぐらいだったと思いますけれども、貼ってありまして、それで振動をさせることによってですね、まあ、簡単に言うと、この車自体を、リニアモーターカーみたいに浮かせるという考え方でございます。あと前の方にはこのようにして、これも全部波動を入れたアルミテープなんですけれども、これは全部つけまして、あとこれをフロントガラスに4箇所つけまして、このように、はい、4箇所つけましてですね、で、まあ、全体をいわゆる風もきれいに切ってですね、それから全体に振動を与えているという、自動車でございます。多分奄美大島でこの方ではこれが一番燃費はいいんじゃないかと思います。1リッター最高 18.2 キロぐらいまで走りましたので、そのあたりは非常に、地元のこの同じスバルサンバの、車としては燃費が一番いいのではないかというふうに、自負をしております。でまた話戻しますと、こうやってホイールに波動のアルミテープを貼ったことによって、すぐすぐではないんですけど、やっぱり 2,3 年はかかりましたけれども、これ自体に波動が入り、それで、まあ、当然こうタイヤを、ホイールにかまして走るわけなんですけれども、ほとんどですね、空気が減ることはありません。そういう状態の、車で、ございます。このアルミテープは、10センチで1000円で販売をしております。でここにもこういうふうにして、貼ることによってですね、あとここにもこういうふうにして、ずっと後ろにもこういうふうにして貼って、あります。で平成15年の車なんですけれども、買った時に比べてもう全然もうショックアブソーバーなどにも、アルミテープ貼ったりとか、それから今度ちょっと YouTube 撮りますけれども、波動の、転写液を塗ってあるんですね。 3,4 年前にそういうこともやってありますので、この車に関しては普通の車と全く違う状況にしてあります。ですから乗り心地も良くなっていますし、エンジン音も静かになってきましたし、はい、まあ、男性と女性と各一人ずついるんですけれども、この車がいかにすごい車かということを分かっている方もいらっしゃいます。車の騒音も静かになりましたし、加速力抜群になりました。はい、そういうことで非常に極めて珍しい
車になっているわけでございます。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回は波動を入れたテープをホイールに、アルミホイールに貼り付けまして、車全体をもう基本的には振動で浮かしてですね、走るということでございます。次回の動画まで世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。あ、言い忘れた。購入の方法とかいうものは、概要欄に、概要欄とか、概要欄とか、この日にでも書いておきますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。